エプスドルファーグルントは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、マールブルクビーデンコプフ郡に位置する11の集落からなる町村である。木組建築が残る、ビッテルスベルク地区のマルクト広場エプスドルファーグルントの町域は、町名の由来になったアメーネブルク盆地の南部にあたるエプスドルファーグルントの大部分を占めており、ほぼ完全に農地として利用されている。東は、ルムダ高地。 西は、ラーン山地に至る。集落の多くは、ツベスター・オウム川沿いにある。この川は、ルムダ高地から、北東のエプスドルフ・グルントへ流れ、南西に向きを変え、マールブルクとギーセントの間でラーン川に合流する。この川に沿って位置する集落は、以下の通り。この他に、ライデンホーフェンイルシュハウゼン、ビッテルスベルクといった集落もツベスター・オウム川の、 支流沿いに位置している。ツベスター・オウム川の支流は、ベルタースハウゼン地区西部、特にほとんどラーン山地の東斜面にあたる、フラウエンベルク城市に近いフラウエンベルク集落の西部も潤している。ラウイッシュ・ホルツハウゼンは、ツベスター・オウム川水系に属さない、唯一の集落である。エプスドルファーグルントは、北西はマールブルク、北はキルヒハイン、北東はアメーネブルクよびホムベルク。 南はラーベナウ及びアレンドルフ、南西はシュタウフェンベルク、西はフロンハウゼン及びバイマルと境を接している。この町は以下の地区で構成される。町内で最も高い山は海抜393メートルのライデンヘイファーコップフである。この他のルムダコーチの山はゼンベルク、ハッテンベルクがある。 ラーン山地に属すフラウエンベルクは、同盟の集落の西にあり、高さは370メートルである。エプスドルファーグルンとの長議会は31議席からなる。町の紋章は、金字で緑の身分の山の上に、強壁を持ち、ヘッセンの紋章を掲げた赤い塔。この紋章には、中世のビッテルスベルク取りが描かれている。この取りは、 ラインツ大使橋領に至る街道のエプスドルフグルント地域の交通をヘッセンホーハクが監視するために用いられていたものである。エプスドルファーグルント町内では日刊誌としてオーバーヘッシュヘプレスとマールブルガーのイエザイトゥングが観光されており、このうち OP が大きなシェアを占めている。週刊のフリーペーパーには共に OP の出版社が発行するマールブルクエクストラとンがあり、 この他に、ミッテルヘッシェアンイコールザイトングや、ゾンタークモルゲンマガチーンがある。ビッティヒ出版から週刊で、町の広報誌が刊行される。また、月に一度、無料の情報誌グルントブリックが刊行されている。町内を、フロンハウゼンから、キルヒハインに至る修道が通っている。また、マールブルクと、グリュンベルクとを結ぶ修道も通っている。 1905年に開通したマールブルク南駅から町内を通りドライハウゼンの玄武岩採石場まで運行されていたマールブルク運営鉄道は1972年に廃止された公共交通機関はアルブ・マールブルク・オーバーヘッセント・マールブルク市施設局によって運営されている6つのバス路線があるロスベルクの森には 1960年代以末に設けられ、1990年代に近代化された放射性廃棄物の収率集積所がある。ここは医療、研究、工業、産業分野から廃棄された放射性物質のいわゆる中間貯蔵施設であり、約400立方メートルが貯蔵される。ありがとうございます。